ただいまから10月の市長定例記者会見を始めさせていただきます。それでは市長お願いいたします。報道機関の皆さん、お疲れ様でございます。10月を迎えまして、秋本番といいますか、そうした季節を迎えております。昨日は新湊の曳山祭り、こちらが執り行われたところであります。台風の影響がすみません、心配されたわけでありますけれども、夜のうちにですね、台風も通り過ぎたということでありまして、天候も回復をして、多少時々雨も降っていたわけでありますけれども、本当に多くの観光客の方、また見物に来られた方々、そうした方々で本当に終日にぎわいを見せて開催されたところであります。このあと来週の7日には今度大門の曳山のお祭りも開催をされるというところであります。射水の曳山、海老江、新湊、そして大門とこの時期開催されるわけでありますけれども、この優雅なお囃子、そしてまた絢爛豪華な曳山文化、本当に大門の祭りでもですね、多くの皆さんに楽しんでいただければというふうに思っております。また今日はお手元に、チラシといいますかリフレットも配らさせていただいておりますけれども、ポスターもありますけれども、10月14日日曜日にはですね、新湊カニカニ海鮮白エビ祭り、こちらも開催をされるということであります。本当に、富山湾の秋の味覚ベニズワイガニでありますけれども、大変大人気であります。この即売、また白エビ、鮮魚、カニ鍋の販売が行われるということであります。ぜひたくさんの方にお越しをいただいて、射水の秋の味覚楽しんでいただければというふうに思っております。また10月28日の日曜日、こちら富山マラソン2018が開催をされるということであります。県内外、そしてまた世界からもですね、参加をされて1万人のランナーが出走されるわけでありますけれども、本当に市内では新湊橋からの絶景をですね、多くの皆さんに楽しんでいただきたいと思います。また沿道では例えばタコ揚げであったり、また曳山であったり、またやぶさめであったり、いろんな形でそのランナーを応援しよう、盛り上げようということで、そういった催しも予定されているというところでありますので、ぜひランナーの皆さんには、そうした沿道での声援もですね、楽しんでいただきながら、それでは無事完走をしていただければというふうに思っています。なおジョギングの部ということで、キトキト市場をスタートして新湊大橋の上で折り返す約4キロのコースもですね、今年も実施されるということでありますので、フルマラソンはなかなかという方はですね、こちらの方も参加をいただいて、楽しんでいただけるといいかなというふうに思っております。また実はこの28日第9回のスポーツ日の丸キッズ北信越小学生柔道大会というのも、実は小杉のアルビス総合体育センターで開催されることになっています。こちらは北信越エリアの小学生もちろんなんですけど、全国からも参加が可能ということなんですが、この全国各地で開催されているこのスポーツ日の丸キッズ柔道大会で賞を受けられた選手の方々が成長をして、インターハイで活躍をされたり、また先般のアジア大会でも活躍されたりということで、柔道界でも大変実は注目が高まってきている大会でもあります。こういった今月はいろんな催し物がたくさんある、そうした月でありますけれども、ぜひですね、たくさんの方に射水に訪れていただいて、射水の魅力を感じていただける、そうした機会になればいいかなというふうに思っているところであります。それでは予定しております記者会見、発表事項について順次説明をさせていただきます。まず1点目、アイザック小杉文化ホール開館25周年記念 NHK 公開収録、吹奏楽の響きの実施についてということであります。アイザック小杉文化ホール、こちらは今年開館25周年を迎えるということであります。これを記念をいたしまして、県内では初となります、この吹奏楽の響きの公開収録を実施をしようとするものであります。このアイザック小杉文化ホールにつきましては、非常に音響がいいホールということで高い評価を受けているわけでありますけれども、そうした音響に優れたホールで一流の音楽家による生演奏をお楽しみいただきたいというふうに考えているものであります。
日時につきましては、12月1日の土曜日、開演が午後3時から、終演予定が午後5時ということになっております。会場はもちろん、アイザック小杉文化ホールでありまして、出演される予定の方につきましては、中川英二郎さん、トロンボーン奏者の方であります。オッタビアのクリスト、オッタビアのクリストフォリさん、トランペット奏者の方です。あと宮本高菜さん、これはピアノの方でありますけれども、こちらのお三方が出演予定ということであります。演奏曲目につきましても、スパーク作曲、トロンボーン協奏曲、ヴェルディ作曲、歌劇、運命の力序曲、トゥリン作曲、トランペットとトロンボーンのためのファンダンゴ、中川英二郎さんのトライセンスほかということであります。なおこちらの出演者、あと演奏曲目につきましても変更になる場合があるということで、ご了承いただきたいというふうに思っております。募集人員は650名、これはラポールのですね、収容人員の定数ということであります。あとこちら無料でご覧になっていただけるんですけれども、入場整理券が必要になります。ということで、事前にですね、お申し込みをいただきたいわけであります。その申し込みにつきましては、往復はがき、こちらの郵便往復はがきで、所定の事項を記入して申し込んでいただきたいということであります。往診用の裏面につきましては、郵便番号、住所、名前、電話番号、あと返信用につきましてもですね、表面に郵便番号と住所、名前、返信用の裏面には何も記入しないでくださいということであります。なお11月5日月曜日必着ということでありますので、こちらの方までですね、 NHK 富山放送局、吹奏楽の響き係まで、ご応募いただきたいというものであります。なおこの内容につきましては、 NHK さんの方から、9月の27日にすでに公表をされております。また10月の市の広報にも掲載をさせていただくことになっておりますので、そちらの方もご覧になっていただきたいというふうに思います。なお応募多数の場合は抽選となります。当選落選の結果につきましては、11月15日ごろに発送されるということであります。なお未就学児の方のはちょっとご入場はご遠慮いただきたいというような内容になっているということであります。またこの収録された内容につきましては、放送日は未定というふうなことでありますけれども、NHK の FM 吹奏楽の響きであったり、あと BS プレミアムで放送されておりますクラシッククラブでも放送される予定だということでございます。ぜひ非常にこの一流の方々の演奏ということでもあります。射水市内はですね、中学校また高校と吹奏楽が大変、頑張っている生徒たちもたくさんおられるわけであります。こうした機会にぜひまた一流の演奏といいますか、こういったものに触れていただきながらですね、本当に自分たちのレベルアップにもつなげていただけるといいかなというふうに思いますし、また学生以外の方もですね、一流奏者の方の演奏を楽しんでいただきたい、こういった機会になればというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。続いて発表事項の2点目、第5回射水むずむず婚活パーティーパーコンの開催についてということであります。こちらの結婚を望む市民に出会いの場を提供しようということで、この間射水市では婚活パーティーを開催をさせていただいております。婚活サポーターズクラブの皆さんにご協力をいただきながらですね、開催をしてきておりまして、今年度2回目の婚活イベントを開催しようとするものであります。今回はパークゴルフと婚活を融合したイベントということで、パーコンとネーミングをさせていただいたということでございます。開催日時は11月18日の日曜日、午後1時から午後5時まで、ということであります。会場は射水市正源寺にありますパークゴルフ南郷で開催をします。対象者は25歳から39歳までの未婚の男女ということです。なお司法の方にもこちら掲載しているんですが、こちらの男性の方については射水市内在住等々の要件が記載されているかと思いますが、実際実施に関しましては
この射水市内在住などの要件は取り払っておりますので、広くですね、希望される方、ご参加をいただければというふうに考えております。募集人員につきましては、男女各16名、参加費は1000円ということであります。道具などにつきましては、レンタルをご用意をしております。また、初心者向けの指導員も配置をさせていただくことにしておりますので、初心者でもご参加大丈夫ということであります。内容は、まずパークゴルフを楽しんでいただきます。その後、開店自己紹介ということで、クラブハウス内に移動して、それぞれ自己紹介をしていただいて、フリータイム、その後、カップリングシートに記入をいただいた後、カップル発表という内容になっております。申し込みの期限につきましては、10月31日の水曜日までとなっております。射水市婚活サポーターズクラブの事務局までですね、ご応募いただきたいというふうに思っております。毎回といいますか、前回もお話しさせていただきましたけれども、応募サイトから応募をいただくこともできますし、あと、こうしたチラシの裏面にですね、申し込み用紙というのがございますので、こちらに必要事項を記入をいただいて、ファックスで申し込んでいただいても結構であるということであります。なお、雨の場合はですね、パークゴルフではなくて、クラブハウス内でダーツを行っていただくということにもなっておりますので、天候にかかわらず、ご参加をしていただけて大丈夫ということになっております。ぜひ奥の方といいますか、この婚活パーティーを機会にですね、ご生涯の伴侶に出会っていただいて、一組でも多くの方が幸せな家庭を築いていただけるといいかなというふうに願っているところであります。あと、資料といたしまして、先ほどお話ししましたが、10月14日の新湊カニカニ海鮮白エビ祭りのリフレットをつけさせていただいております。予定しておりました発表事項につきましては以上でございます。以上で市長からの説明が終わりました。